新世代男性歌い手ユニットデートプランがメジャーデビュー曲デートプランをデジタルリリースした。叶わぬ願いに傷つきながらも最愛の人を思う赤裸々な心情を描いた内容となっており、エレクトロスウィングのダンサンブルなサウンドが繊細な歌詞と対比的な魅力を生み出している。またノーンとシャーリーそれぞれの声の個性が存分に発揮されており、まさにユニットの始まりにふさわしい一曲だ。作詞、作曲、編曲を手掛けた吐息は本曲のリリースに以下のコメントを寄せている。デートプランという楽曲を書き下ろさせていただきました。二人の歌声を聞き、会話をして、自分なりに互いの関係性や心情を想像し楽曲で表現してみました。デュエット曲特有の危うさ、また二人にしか出せない厚みを感じていただければと思います。シャーリーさん、ノーンさんともに素敵な歌声で楽曲を彩ってくださりありがとうございました。さらに同じく吐息の制作によるデートプランのミュージックビデオをデートプラン公式 YouTube にて9月4日20時にプレミア公開することが決定した。 https://youtube.b/fpldw-ftds。 ユニットの各種 SNS ではノーンとシャーリーのオフストーリーを描いた4コマやイラストが投稿されており、ユニットについて深く知ることができる内容となっている。竹花ノートプロデュースアートワーク監修コメント。今回初めてプロデュース側の立場でこのデートプラン企画に関わらせていただいています。オーディションから始まり、この企画を通して初めての経験がたくさんありました。私だけで行うイラスト制作とは違う形での作品作りを素晴らしいクリエイティブを持つ人たちと共にすることができて本当に幸せです。この気持ちを、そしてみんなで作った作品を皆さんへ届けていきたいです。デートプランコメント1曲目からとてもかっこいい曲でデビューできることを嬉しく思います。僕らも負けず劣らずかっこよく歌い上げたので、ぜひ多くの方に聴いていただきたいです。